じゃあ大悟平さんのカルラリナと佐山王さんのアロン水木お願いします。さあ準決勝第2試合カルラ対アルーン、強気の出し投げ、後衛から昇竜で締めて、後衛からカルラが固まっている、ゲージを奪ってカウンター、あっという間に日本取る。今度はカルラがまた先手を取ったが叩き落とす、昇竜使って、ここでリナを発動する、逆に今度はカルラがすごい勢いで一本返してしまう。ゲイザーでアシストことぶっ飛ばす、後衛からヒット確認してアドルゲイザー、何とか水着が勝ったのが安かった、出し投げは外して飛び込み、ゲイザーでまだ残るが追い打ち、勝ったのはカルラ。じゃあ決勝戦、月島ダットリーさんと大悟平でお願いします。さあまた決勝戦もアロウンカルラ、違うのはアロウンのアシストがマーリャンということ、また先手を取ったのはアルン、足払いで裏なし、赤点青手になる、ここでリナを発動してテンションを戻すようだな、さあギリギリセンターカウンター、さあ同時打ち、前打ちで右から一旦距離を取るタイミングずらすが、リーチの差が出る、アロンがまずは優勝に王手をかける、ゲージを奪った、ダウンダミットから一気に耐える半分、割れる気配が、何を外した、さあ、ちょっと今、スイが割れた、もう一発入らず、下段刺さったら、外すでもない、勝ったのはアロン。はい、優勝は月島ダットリさんのアラウンマーリャンでした、おめでとうございます。来週も、やるので皆さんぜひ来てください。お疲れ様でした。